今から海沿い鶴ヶ半島を走ります。一番最初に簡単に海は見れません、まず鶴ヶ市で有名な関峠という山を登ります。それを越えて初めて海が拝めると。なので最初はヒルクライム頑張りましょう。はい、その後は海沿いを走って、福井県の、水晶浜で、福井県のハワイって言われている水島無人島の前で、気比の松原、気比神宮っていう順番で行きたいと思います。ではよろしくお願いします。どうぞ。And I just know things will never be the same. Like strangers again. Strangers again. Like strangers again. 脱いでるじゃん。ここの海沿いをずっとあそこ半出っ張ってるじゃないですか。あこひたすら端っこ、はい、
本三大松原、下碑の松原に行きたいと思います。え、ソースカツはあっちっすね、あの大きな方行きます。もうただそれでも並ぶ覚悟はしてください。もうランチまでにどれぐらいの距離ですか。もう2キロか3キロ、2キロっすかね。うん、お茶の苦味とあのこの甘みが。2日間お疲れ様でした。ありがとうございました。合計何キロですかね。100。昨日90の今日140。140キロぐらい走りましたけど、どうでした。疲れた。でも楽しかった。そうですね。もう僕も出し切りました。もう案内場所はもうなんでもう若さはもう制覇したと言っても有名どころは。また遊びに来てください。で、閉めます。はい、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。